東京ときめきチャンネル。何年生ですか？3年生。3年生のちょっとじゃあもう恋愛中じゃないですか、ちょっとこうね。はい、じゃあ今学校でなんかこういうの流行ってるみたいな、アプリとかなんかゲームとか。スノー。あー、やっぱりあのあれね、スノーはやっぱ女の子だけやっとる。いやでも男も使う人は。そうなんや。男同士も意外といる。そうなん。なんかトップガンとかほとんどみんなツイッターとか。どんぐらい変わるん、ちなみにスノー使うの。どんくらい、いやだいぶ可愛くなる。目だいぶ目が大きくなる。ちょっと使ってみるじゃん。スノーデビューします。じゃあ僕も、はい、マクさんスノーデビューするか。いやちょっと俺顔濃いから、ちょっとこんな可愛い顔なんかできる。そんなアプリある。これ、あ、すげーえ。すげー。うわ、どういう顔するのかい。はい、チーズ。見て、ちょっとこれ見て、すごいわ。どうなん、変わった。あのプリクラみたいな、パチクリ。すごいわ。やっぱ自分で一人で撮るときはやっぱちょっと定番の顔とかがあるの。なんか、うん、ある。なんか角度とか決まってる。おー、例えばどうぞ。ちょっとやっぱ斜め、斜めか上か、上からない。上エアでやってみて。なんで近いな。いや、わかんない、気分希望してるとして。待って、ちょっと正面。いや、割と正面。おー、そうなんや。もっとゴリゴリ上行ってんのかなと思って。ちょっと上ぐらい。結局決めていくパターンでいくとどうなるか。かけよう。写真。いや、めっちゃ目開きます。ちょっとじゃあその目をちょっとこっちに。3、2、1。はい。あ、いいね。でもね。確かに。やっぱみんな口隠す。あ、隠すんや。なんで？その方がなんか可愛い。目だけ目が漏れるみたいな。隠すときどの。いや、え、なんかこれか、なんかこうとかじゃない。両手のこれ。へえ。じゃあ結構ま学校の周りとかでこんなポーズやってる子いるよとかに。みんなこれ。あ、これな。顎。あ、そっか、ちょっとフェイスライン隠すとやね。虫歯ポーズだね。虫歯ポーズ。そうか、そうか、虫歯ポーズよ、確かに。そうね、ちょっと若者の言葉聞きたいね。うん。あんまり大人がわからない略語とかな。いやでもなんかちなみにってやつをチナっていう人がいる。チナ。ああ。どういう人がいる。どういう使い方しよう。チナっていう。なんかチナ俺なんてかみたいな。なんかツイートとかも。そう。なんか自分のすっぴん事情とかどんな感じになる。はあ、そっか。変わるか変わらないか。変わる。どう変わる？変わります。変わる。どれぐらい変わる？今が何点？80ぐらい。で、すっぴんになったら。はなんか月1で検査があるときはまあスピンになります。ああ、それは見られるわけでしょ。でも見られますね。友達のスピン見たことありますか。あります。どう。え、まあ変わるっちゃ変わる。変わるっちゃ変わるけど、まあ、正直どう。まあ80つったら何点になる。完成度今が80。うん、4、ちょっと今日だよ。50、半分やればいい。でもそんな変わらない。いや、結構カラコンで変わるよ。カラコン。あ、今はじゃあこれカラコン。カラコンしてます。いや、変わる。ピンの写真とかないか。ピンの写真はちょっとの。YouTube には載せられない。これはちょっと今から設定しちゃう。公開できませんが、僕のリアクションを見て、あの、そんな変わるってのが、あ、そんな変わらへんなっていうものをちょっと楽しんでいただけたら。え、でも実際、青春してるね。すっぴんって書いてある。お、すげえ、すっぴんリストがあった。すっぴんリストがあった。すっぴんのなんかデータフォルダみたいなのがあるんすか。え、これ映らない。映る、絶対映る。映して大丈夫。マジマジして。え、これどっち。こっちが私で、こっちが。えでもこれ結婚前のやつだよね。違う。ブスとはできんけど、なんやろ、すごい純朴。やっぱりすいません、ちょっと視聴者の皆さん、でもこのリアクションを見ていただければ違いますね。え、でもその別にブサイクになるとかって意味ではなくて、変わるねって意味で。でもじゃあ男性は意外とそれが好みやったりするから、あ、いいやん、すっぴんってなるから。彼氏にすっぴんは見せれます？あ、見せました。そう、リアクションどうやったんですか？いや、最初は誰か分かんなかった。うそ。なんかもうめっちゃびっくりされました。え、それはでもなんかどう、喜んでた、それともテンション上がった、それとも。いや、笑われました。なるほどね。やった。男子目線、すっぴんって別にそんな悪いもんっていうよりは、自分にしか見せてくれないんやみたいなのはちょっと多分あると思う。
以上、東京トキメキチャンネルでした。また見てね。さあそしてなんと近日、西垣による新しいプロジェクト有名になろう企画が始まりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いします。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。韓国かヨーロッパ、ロシアあたり、スイスとかフランスとか。東京ミックスドリンク、ハミングス